こんにちは、セリのあさりです。フュージョンに所属しています。社会人4年目です。ミッドフィルダーです。よろしくお願いします。私からはノンボールキャリアのワンワンについて説明します。ノンボールキャリアのワンワン2つあって、1つはただボールを受けるだけのノンボールの動きで、もう1つはシュートにつなげるためのカットイン、いわゆるカットインの、仕方を説明します。まず1個目のボールを受ける時の、ノンボールキャリアなんですけど、ちょっと今1人なので、これがディフェンスだとしたら、まず相手をちょっと押します。押してバスケとかやってる人は分かりやすいんですけど、押した反動で自分が相手と距離を空けて取る、押して取りに行くっていうのが、ノンボールの時の、ただボールを受けたい時の一番簡単な受け方です。2つ目は、カットインを最後にシュートを打ちたい時のカットインなんですけど、ゴールが、そこがゴールでディフェンスが自分の間にいて、裏にフィーダーがいる時の、コツは例えば右手で最後フィニッシュシュートしたいという時は、最初は左手で持って、もうちょっと左ディフェンスが左を警戒するように見せます。で、裏のフィーダーがボールを出せそうな時、フィードを出せそうなタイミングでハイハイってやってるのを、スピードチェンジしてトップギアにして右手で持ち替えてフィードを受けます。ポイントとしては、受けたい方の逆手で持ってスピードに乗って持ち替えること と、あとは自分が結構やるのは、ディフェンスに対してちょっと下に潜って相手の目線から消えて一気に加速して一回隠れてから出るっていうのが結構有効になるので、それを使ってます。以上です。